本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。本日は新日本プロレスベストオブザスーパージュニア24の新明け記者会見を行いたいと思います。おかげさまをもちまして、先立っての代々木大会超満員のうちに幕を閉じることになりまして、櫛田選手の2度目の優勝という、大変ハッピーな、結末を迎えることになりました。今日は後ほど優勝者の櫛田選手をこちらにお迎えすることになっております。さて、新日本プロレス次回のビッグマッチですが、6月の11日大阪城ホールドミニオンですね、恒例のドミニオンを開催いたします。こちらの方はチケット大変好評でございまして、前売り券は全てなくなりました。完売となっております。立ち見席については現在発売中となっております。またチケットが手に入らないという方はですね、このご覧の新日本プロレスワールドで中継も予定されておりますので、ご覧いただきたいと思います。さて、それではですね、そのドミニオンの対戦カードが今日は決定しましたので、菅林会長から発表させていただきます。第1試合、タイガーマスク、タイガーマスクダブル、永田裕二、真壁闘技組対重心サンダーライガー、中西学、小島聡、天山博吉組。第2試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、ガントレットマッチ、第13代チャンピオンチーム、武士、イービル、サラダ組対リコシェ、ジュース・ロビンソン、田口雄介組、吉橋、矢野徹、石井智弘組、高橋雄二郎、ハングマン・ペイジ、バッドラック・ハレ組、太一、金丸義信、ザック・セイバー・ジュニア組。第3試合、IWGP ジュニアタッグ選手権試合、第51代チャンピオンチーム、バレッタ、ロッキー・ロメロ組対、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン。第4試合、IWGP タッグ選手権試合、第75代チャンピオンチーム、ハンソン、レイモンド・ロー、タンガロ対、タンガロはタマトンガ組。第5試合、スペシャルシングルマッチ、マイケル・エルガン対コーディ。第6試合、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、第76代チャンピオン、高橋宏武対櫛田。第7試合、ネバー無差別級選手権試合、ランバージャック・デスマッチ。第16代チャンピオン、鈴木みのる対後藤博樹。第8試合 IWGP インターコンチネンタル選手権試合、第15代チャンピオン内藤哲也対棚橋博史。第9試合 IWGP ヘビー級選手権試合、第65代チャンピオン岡田和親対ケニーオメガ。以上、第0試合含む全10試合となります。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと待ってください。いや、来てよかった来てよかった。まだ間に合いますよね。来てよかった。なんでオスプレイじゃないんですか。あれだけ言ったのに。どうして櫛田なんですか、会長。確かにベストオブザスーパージュニア決勝にも行けませんでしたよ。いや、櫛田選手素晴らしい素晴らしい、おめでとうございます。それはおめでとうございます。それは素晴らしいですよ。確かに素晴らしいです。でもベストオブザスーパージュニアは終わりました。大阪城の話ですよ。今こっからは大阪城の話に移ります。まだチャレンジャーが、これは違います、チャレンジャーが決まっていないので、俺の口から直接次のチャレンジャーを指名いたします。初対戦で負けたウィル・オスプレイ選手、彼を大阪城のチャレンジャーとして指名させていただきます。会長の口からはっきりとカード変更の方をよろしくお願いします。2分ですよ、2分で試合が終わっちゃうぐらい、か
なれば強くないんです。いいんですか、二度あることは三度ありますよ。これは日本に古くからあることわざです。突然高橋宏夢選手がこの会見場にやってきましたが、会長、対戦カードの変更はないという、はい、発表した通りでやらせていただきたいと思います。はい、はい、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合は高橋宏夢に対して櫛田の挑戦が決定しております。これに関しては変更がないということになります。6月11日ドミニオン大阪城ホール大会、どうぞご期待いただきたいと思います。ベストオブザスーパージュニア2度目の優勝を達成しました櫛田選手をお招きしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。それでは現在の心境をお願いします。はい、そうですね、日本には古くからこういうことわざがあります。3度目の正直、確かに今年に入って高橋宏夢に2回行かれましたけれども、何を言っても言い訳になることは分かっています。一つ言えることは負けた理由は自分の中で分かっているということです。2つの負けしっかり認めた上でベストオブスーパージュニア優勝しましたので、チャンピオンとベストオブスーパージュニア優勝者どちらが強いのかはっきり決めさせていただきます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは記者の皆様から質問を受け付けたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、お願いします。今櫛田選手が登場する前にですね、はい、聞こえたかわからないんですが、高橋宏夢選手が菅原会長のところに来て、カードの変更要求という一幕がありました。マオスプレイ選手とやりたいと。で、櫛田選手は2度勝ってるで、まあ、をアピールしたんですけど、菅林会長はまあそのままというような、まあ、こういうアピールがちょっとあったんですけど、はい、それに関しては。そうですね、まあちょっと精神的に未熟なチャンピオンのわがままかなというふうに思いますね。実際去年、ね、チャンピオンで彼と同じ立場で僕も優勝できませんでした。オスプレイが優勝して、でやっぱりベストオブスーパージュニアがね、次期挑戦者決定戦になってほしくないというのはどうやら今のチャンピオンも同じ考えだと思います。しかし、去年オスプレイ優勝しまして、その場で対戦要求されました。大阪城で退けました。それを、まあ、僕も重々分かっていながら、ただね、あの優勝できなかったことに対するある種のなんかこう恥ずかしさというか情けなさ、やっぱり、どっちが強いのか、自分がチャンピオンと名乗っていながら他に強いものがいるという状況は非常に、歯がゆい時間でしたので、今回大阪城で決まりまして、それをチャンピオンが拒否すると、まあ本心なのか、今流行りの体制批判、反体制を主張することによって、自分の立場を明らかにしているのかもしれませんけれども、ちょっとみっともない発言かなと思いますね。基本的に僕はプロレスのチャンピオンに挑戦者の指名権はよっぽどのことがない限りないと思ってますんで、実際ね、この ROH のベルトだって、去年 IWGP のベルトを取って、指名した、それそしてそれが実現したことっていうのはなかったので、なんかこうここに来て主張するというよりも、
ね、今ベストオブスーパージュニアが終わって、スーパージュニア、新日本プロレス内のジュニアの立場全体を考えるとですね、まあここは今まで通り僕がやってきたわがままを言わずに黙って最高の仕事をすると、批判、体制批判、文句、わがまま、これは誰でも言えますからね、何の建設的にもないので、ここはポジティブに、もう一回高橋宏と戦って3度目の正直を体現したいと思います。ちょ、昨日の試合というか、まあ、優勝した後にもですね、非常にその、まあ、感動的なエンディングになったと思うんですけども、まあ、ウェーブをちょっと、感じるぐらい受けたりとかいう、非常にそういう意味ではいろんな反響があったと思うんですけども、ご自身の中ではどうですか？そうですね、やっぱ対戦相手に恵まれてるっていうのがすごくあって、オスプレイとやれたこのコンディション、このキャリア、このタイミングで、ね、非常になんかこう運命的なものっていうか、ベストオブスーパージュニアって本当に毎年、今年で8回目ですか、参加させていただいて、8年ともこうメンバーが確実に毎年こう色が違うっていうか、同じメンバーでね、やることってないので、本当にその年その年の最高クラスの世界最高峰が集まるリーグ戦ということでは、非常になんかこう、なんでしょう、かけがえのないというか、まあ、その時をこう共有できたなっていうのは、で代々木もね、もう何やらもうプロレスでは使えないというか、代々木台に思い出のある場所なんですけれども、ね、そういう場所もなくなってしまうという噂も何やら聞きましたんで、もうあの時の瞬間を味わえたことにすごく感謝していますね。あとはもうこのスケジュールでこんだけのシングルマッチやって、まだこうして生きてられる丈夫な体に産んでくれた本当に両親には感謝してます本当に、はい。試合後ですね、まあ、いろんな感情が渦巻きましたけれども、はい、何やらこの対戦カードずらっと並んでいますね。休憩がないと聞きました。これは一丁、櫛田が勝てばあの大阪城ホール1万人ですか、1万人オーバーの観客席でウェーブやりたいですね。どうでしょうか。勝てばウェーブをやります。それ一つの公約としてちょっと挑むというか、うん、やっぱりその今までおっしゃってきましたけど、やっぱり、ジュニア王者対スーパージュニア覇者というか、そういうもう本当に二大王者の頂上決戦みたいなのに捉えるのがありますか、それともその、まあ、リベンジというかお気持ちについて。そうですね、やっぱりやられた借りは、ましてや東京ドームと両国国技館と、でかい会場で行かれてますんで、大阪城ホールもう持ってこいの会場ですよね、はい。なんか僕の周りでちょっと感覚的になんですけど、今年に入ってプロレスを見始めたというファンの方が非常に多くてですね、やっぱ長くプロレスを見てたりプロレスをしてると感覚がその辺麻痺してくるんですけれども、東京ドームから見始めたという人にとっては、櫛田は高橋ヒロムより弱い人、もしくは若くない人っていう風な認識かもしれないので、その辺はね、時の流れが早いですけれども、この6ヶ月分失った時間、そして、まあ、高橋宏夢、次元爆弾によって壊されたですね、僕の未来をですね、取り戻したいなと思います。先ほど、過去2回負けた理由、はい、自分なんか分かってるとおっしゃってましたけど、その
1月とも4月とも、まあ、5月サッカーマッチは負けてますけど、その3回と比べて今最もヒロミさん対峙する上で違う部分で自分の中でそうですね、ちょっとやっぱり東京ドームあたりからかな、まあ、去年のハードスケジュールっていうのも影響あるのかもしれませんけれども、どこかやっぱり心と体のバランスが非常に崩れて、なんか精神的にも乖離があってですね、体は疲れているんだけど精神はやる気あったりとか、その逆もまたしかりで、そういった時間の中で試合はやってくると、けどゴングが鳴れば体は動くと、そういった中でなんか自分はもうこのまま死んじゃうんじゃないかなと思う、それぐらいのなんかバランスを崩してたんですね。ただこのなんかスーパージュニアで吹っ切れたというかですね、まあ新しい技も効果的に、今までもアイディアとしてはあったんですけれども、試合の中でどう落とし込むかという部分で発揮できてなかったんですけれども、そういったバリエーション、勝つための方程式、まあ、そういうのも増えましたんで、過去の2回とは違います。リーグ戦をその振り返っていただいて、はい、感極まって、涙してしまうこともあったかと思いますが、やはりその辺は、串田選手自身がですね、新日本プロレスジュニア、あるいはプロレス界のこのジュニアというものをこう自分で、引っ張っていくという自負があったからだと思うんですけども、その辺についてその今後にの展望も含めてジュニアに対する思いというのをまたお願いしたいんですけども、そうですね、代々木今回、3年前に、ね、リコシェと戦った時に初めて使って、で翌年オライリーとやって、でチケット完売しませんでした。で3年がかりでやっとね、ようやくあの会場を満員できたっていう。もうこれは本当に僕一人の力じゃないと思いますし、なんかね、何よりそれを実感できたのは、あの僕が優勝していろんな選手がリングに上がってきたじゃないですか。その時に一人複雑な表情を浮かべて、だけど笑顔で迎え入れてくれた男がいるんですけど、まあ、それはリコシェなんですけど、すごいこうジェラシーというかですね、まあそれは多分3年前に僕と戦って、あの会場同じ時期にベストオブスーパージュニアの決勝で戦って、あの僕が優勝したってことにも対してもそうだと思うし、試合したオスプレイの成長、うん、あれだけお客さんのね感情を引き出して、オスプレイ頑張れというところまでこう感情を出せた、あのシチュエーションに非常になんか複雑な表情を浮かべてたんですけど、なんかそういう一人一人のジュニアの選手の感情を持っていること、気持ち、うん、その一人一人の気持ちが3年前より確実に伝わって、一人一人のキャラクターも試合スタイルも、なんか彼の表情を見たときに、より一層気が引き締まるじゃないですけれども、うん、そういう気持ちになりましたね。だから3年という時間が流れました。僕が明るい未来に連れて行きますと言って数年が経ちました。確実に前に向けて上に向けて前進できているんじゃないかなと思います。だこの、ね、勢いを流れを止めることなくジュニアを盛り上げていきたいですね、はい、そ
な責任感の中での、2度目の優勝というのはやっぱり初優勝とはやっぱりちょっと違いましたか？もう全然違いましたね。苦しさも全然違ったし、見えた光景もやっぱり全然違いましたね。まあ長かったなっていうのは実感としてありますね。シリーズ始まってようやく代々木にたどり着けたなというか、まあ本当に成績的にもギリギリ滑り込みセーフだったんで、途中何度も諦めかけたし、なんか本当に忘れられない日になりましたね。そして今年をまだまだ忘れられない年にしたいっていうか、首が詰まってですね、それが腰に来て多分骨盤がずれてですね、すごく今非常に歩きにくいんですけれども、この過酷なスーパージュニアの期間中ってなんかあんまり練習できないですね。自分を追い込む練習ができないというか、もう本当に試合第一で考えてこの3週間乗り切ってきたので、終わった瞬間、まあ、夜はハイボール飲んで、好きなもの食べたんですけど、次の日早く練習がしたいなって思いましたね。この期間練習ができてなかったんで、はい。だからもうすでに僕は気持ちが切り替わってるし、前を向いて大阪城を楽しみにしたいなと思います。はい。そんな状況でも大阪城の決戦に不安はないですか？そうですね、このまま意外ともう来週の日曜日で時間が本当にないですよね。ね、もう今週の金曜日、8日後ですね、後楽園ホールもあるし、はい、もうこのままなんか連戦ハイのまま突入できるかなというなんか体のフィーリングは今ありますね。はい。